何してんだよ、何してんだよジョニー。体の震えが止まらないで、むしゃぶりかな。こいつの盾欲しい。うわ、なんだよいきなり。何してるの。俺か、俺はこれからこの先の闘技場に魔物を討伐しに行くんだ。やつらを倒しさえすれば武器を売ったから俺のもんだぜ。いいか、しっかりしよう。目をそらさずに相手をよく見、戦うんだぞ俺って最後言ったよな。なんだこれ。ということで闘技場に行ってみましょう。ちょっとあれか、超待ってんじゃん。で、超待ってるんですけど、まあいいや、行こうか。まあとりあえずあいつですね。はい、ということで行きましょう。闘技場跡地。なに、馬ガノンドロフだよね。あれ、ライネルか。二足歩行のライネル、誰これ。え、何もしてこない、優しい。ライネルじゃない、誰。ライネル？あ、四足歩行だ。なんだろう、優しくないこのライネル。こんにちは。なんかもうやばい、なんかスーパーサイヤ人8くらいの髪型してない。あ、違うわ、ただの縦髪だ。なんか、え、なんか色がすごいからすごく見えんだけど。え、え、いや、来た来た来た。出ましたね、ライネルさん、お得意のフェイントですね。なんかいない上に。危ない。ライネルさん、え、待って、待って、閉じ込められてない。ビビった。ライネルに閉じ込められたのかと思った。危ない、危ない。誰かいなかった。いた。あの、武者ぶらいしてるあの人は、一緒に戦ってくんないのかな。どう、そ、あの、武者ぶらいし、武者ぶらい、武者ぶらい、また武者ぶらいって言った。怖い、自分が怖い。武者ぶらいしてた人にまで来れるよ。どう、武者ぶらい、てん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 、殺すぞてめえ。てん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 ってことはね、もう言葉を失うくらい怖かったんだと思いますよ。武者ぶらいを超えると無言になるって言いますからね。いや、やだやだやだ、こんなとこに雷の矢ぶっ放さないでよ。死ぬからね、ほんとに。ここが第3ポイントかな。よし、来い来い来い、おいで。おい。あー、バカ。ダメくせ、やばい。とりあえず、とりあえず、とりあえず許して。なんだここ、あそこ傾いてんだろ、床。とりあえずここが、よし、来いよ来いよ。あそこはもうノリで爆破です。来いよ。もうダメでしょ、なんかもう、やつも警戒しとるな。ポッ、いや、うわっ、いけ、第一チェックポイント。ぬぅ、よくわからない。第2かわせ。あ、いいぞいいぞ、爆弾も役に立ってる。あ、俺も当たった。よしよしよし、第3、あんまり食らってないな。はい、かっこよく撃つぜ、せめて。あ、させねえぜ、爆弾の矢。うん、かっこいいんだけどね、威力がちっちゃいよね。かっこいいんだけどな、俺のやってることは。あ、ライネルにはさ、この毒々しいあれが効くのかな。俺入るとダメージ食らうんだけど、ライネルさんには食らうかな。ほら来いよ。いいや、中入ってよ。来て来て、お願い、早く来て、死んじゃうから、ライネルさん。
来て、お願い来て、私のベッドに来て、この毒々しいベッドに。ダメだ、見てる、アホだなって見てる。あ、死ぬ。あー、なんて頭のいいやつ。私が弱った瞬間を狙うのね。セクシー。ダメ、ダメだ。マジか。つか意外に入ってこねえんだな。入ってこないの、ライネルさん。あ、意外と回ってくる。お、嫌がるんじゃない、飛ぶ。こいつそんな飛ぶなんてことするっけ。ダメージは入ってないね。でもあ余裕ですね、余裕っすね、この方。あ、もうダメだ、ダメだ、かっこいい、逆にかっこいいっす。ジャンプ攻撃なんてするっけ。なんか一番なんかあいつ元気になってた気がするんだけど。行くぞ、当てるぞ、次こそ。いけ、達人の斧で。いいんじゃない、いいんじゃない、進行方向抜群よ。いけ、ダメか。お、かわした。え、当てられない、もしかして。お、え、今のは当たったよね。ライネルさん優秀すぎないっていうか。なんかさ、なんでライネルだけこんな強いの、このゼルダの世界の敵。ガンドルフでしょ、だからあれ。ライネルだけ優秀すぎるよね。ガチでやってやる。当ててやるぞ、次。絶対に。何これ、この睨み合いがいいよね。うっ、ダルキュルの守り。そして、さらに召喚。いや、これでいい。え、わかんない、食らったの今。まだいける。あ、まだいけるんですけど。ありがとうございます。あ、もう同じ。なんでこれで自分に食らうの。あ、くそ、簡単なはずなのに。やだやだ、いや。結構あんなに至近距離なんだから当てられるんだろう、簡単で。なんか謎のスタート地点なんですけど。もうなんかロードすらも俺を敵に見なしたよね。殺される。ああ、やだ。もう勘弁して。はい、あっち。お、食らったよね、けど、え、危ない、食らったよね、食らった食らった食らった、あんまりダメージいってねえ。しかもなんか巻きにされたんだけど。あ、なんかボーンって後ろに押せます。